近畿勢が前受け、中段に東日本勢、宮城コンビは後ろ攻めです。青番の4コーナーで、ここで7番の井上紀美俊が動いてまいりました。後方から7番の井上鎌田を連れて、 さあまずは上昇残り800を切って1コーナー4番、丹波車を下げて7番の井上先頭に代わって6番の清水が動いてくる6番の清水そして4番の丹波なんですけれども7番の井上を叩いていって6番の清水か清水がちょっとこの辺りは丹波を警戒しつつというような感じ金が入って3コーナー今日は近畿制4番、丹波の巻き返しが早いただマーク人ちょっと切れているか5番の中が口が開いてそして4番の丹波を叩けませんか6番の清水そして2番の深澤そして3番手1番の有馬が丹波を向 入れましたん波が現在は3番手もう一度立て直せるか立てながら展開最終の2コーナーからバックに向かうところ逃げる6番の清水健二追走が2番の深沢3番手からもう一度4番の丹波丹波が縦に踏んでまいりましたまくりが決まっていく追走は1番の有馬祐二さらには7番の井上に3番の鎌田が乗っていく4コーナーは回ってきた先頭は4番の丹波康介丹波先頭丹波先頭で五輪2着7番の井上か。